はい、速稼塾の久保でございます。今回ね、週刊中年ジャンプのストーンさんから動画が送られてきまして、その動画をまあどうですかと、評価してもらえませんかということで、ついてましたんで、私なりにね、評価させていただこうかと思います。まあその動画自体は私のね、このおしゃべりの後につけときますんで、私の話を聞いた後に、あ、なるほど、そういう風に作ったらいいのかとかね、まあこれ必ずしもこのストーンさんのね、動画がダメだよっていう風にダメ出しするものではないんですけども、こうやったらもっと伝わりやすいよっていう風なね、動画トークのまあ極意と言いますか、アドバイス、ヒントになればと思ってお送りしております。まずね、冒頭でジングルベールジングルベールスリスマスみたいな歌が始まりますけども、まあクリスマスが過ぎた時にこの動画を見ちゃったんで、どうかなというところはありますが、まあそれは置いとくにしてもね、本当はね、23日とか22日あたりにその動画があった方が良かったんですけども、まあでもね、あのサンタクロースの帽子ですか、あれが画面に出てきて、あ、終わりゆくクリスマスがもうちょっと楽しめるかもしれないなというふうなワクワク感にはね、皆さん駆られるんじゃないかなと思います。冒頭のつかみはまあまあいいんじゃないですかね。で、その次なんですけども、お知らせがありますっていうふうに始まってますよね。ここなんですよ。これがね、お知らせが早いんですよ。多くの方がセールスをするときにこれね、早いんですよね。あの、今まで何回もお伝えしてきましたけども、売り上げを立てるためには商品があること、集客をすること、販売をすることってありますよね。その3つ目の販売っていうのもちゃんとテクニックがあるんですよ。これね、You, We, I っていう順番で喋らないといけないんですよね。お知らせがありますっていうのはいきなり I、自分のことを喋ってるんですよ。そうではなくって、こう動画を見てる人に、あ、その動画自分に関係があるよっていうふうに思わせないといけないんですよ。それが You, We, I なんですよね。あなたのことを喋ってますよ。そして私との共通点をお伝えしてます。最後に私のお知らせはこれですっていうふうに、だんだんね、物事の主軸をあなたから私たちにして、最後は私にすることによって引き込んでいくんですよね。それを前提にちょっとお話ししますと、今回のストーンさんから送られてきた動画は、愛から話して、愛で終わっちゃってるんですよね。ですんで、自分のお話しかしてないんですよ。もちろん、アクセスがすでに取り込めていれば、前提として、もう人気が出ていればいいんですよ。でも、まだアクセスの低い時ってのは、もう必ずね、視聴者さんに寄り添った、マーケットに寄り添った、そういったトークから始めた方がいいんですよ。はい。じゃあ、実際にどうすればいいかってことなんですけども、こういうふうに話すことができます。ジングルベールの歌の後にですね、皆さん、クリスマスですけども、大好きな人に最高の商品を送ることができましたか？もしくは、あなたは誰かからクリスマスをお祝いしてもらえましたか？もしかしたら、このいずれか、あなたに来てないかもしれません。それはなぜか。例えば、大好きな人に最高のプレゼントができなかったのは、一重に自分の稼ぎがないから、本当はこっちの商品が欲しいんだけども、この辺で妥協してっていうことかもしれませんよね。もちろんそれが悪いことではありませんけども、若干の心残りがあるんじゃないですか。例えばですね、自分の大好きな人が、もう中古車をね、十数年も乗っていると。本当はあの車が欲しいんだけどなぁと言いながら、YouTube でその欲しい動画ね、見たり、パンフレットを取り寄せてね、ニヤニヤしたり、ミニカーをいじってみたりとかしている姿、そんなところを見ているときにですね、その人が欲しがってる本物の車をドーンとプレゼント、300万、500万でできたらどんなにいいでしょうか。でも、いやー、そうは言ってもクリスマスに300万、500万の車をプレゼントするのもな、ちょっとな、金もないしな、よし、じゃあまあ、別のものにしようかっていう風になっているとしたらどうでしょうか。ね。子供にプレゼントしたいなと思っていても、ちょっと懐事情厳しいんで、3万円のプレゼントはどうもな、よし、まあ8000円ぐらいのにしようかなみたいな、価格によって本来プレゼントできるものが、したいものができなくて、ある意味妥協を覚えさせてしまってるんじゃないかなっていうことなんですよ。ちょっとだけ私のことを話させてもらうとですね、これ自慢でも何でもないんですけども、私は少しでも子供の可能性を広げようと思っています。だから、トミカ、プラレール、つまりですね、電車のおもちゃと車のおもちゃ、ミニカーですよね。あれはですね、最初に15万円分買って、で、家に確保して、それをちょろ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 見してるんですよ。まあでもね、毎日新しいミニカーですとか、毎日新しいプラレールのセットを見せるもんですから、もうすでにね、在庫は使い果たしてしまいました。つまり、
2歳にしてほとんど全てのミニカーとプラレールのおもちゃは私のうちのヤマト君はねもう経験してることになるんですよ。今度は新しいもの欲しがりますよね。だから今度はアンパンマングッズかなとかね、仮面ライダーかなとか感じてしまいます。まあもしくは電動カーですかね。ああいったことになっちゃいますよね。でもこれも例えば普通だったらね、プレゼントにじゃあミニカーを1台ね2台ねみたいな感じだったり、プラレールでも一気にねドーンとセットを与えるんじゃなくて、まずは電車1台と小さなレールのセットからっていう風になると思うんですよ。もちろんそれが悪いことではありませんけども、でも子供がそのおもちゃにあっという間に飽きてしまった時にどうするかなってことなんですよね。まあこっから話すとちょっと長くなりますんで割愛させてもらいますけども、結局ね、皆さんの困った現状にまずはお話を持ってきて、ああそれ自分もそんなこと思ってますっていうふうに考えていただいて、いや私もそうだったんですよと、私もお金がない時代はこういうふうになってたんですと、で最後にじゃあお金を稼ぐ方法ってのが今世の中にいっぱいありますけども、私はねこういう時代だから株を進めたいと思ってますっていうふうに話していくといいと思うんですよ。そこに一定の説得力を持つこと、なんで株が忙しいサラリーマンとしての私に向いてるのかっていうことをね、どう伝えていくかってことになります。私はね株が忙しい人にどう向いてるのかいまいち分かりませんので、こっからは株から FX に物事を移して、お話していこうと思います。私は忙しい人に FX がどういう風にやったらしっくりいくかってことを考えたときに、早朝少しだけチャートを見て検討する、そしてお昼休憩に少しまたねチャートを見て確認する、夕方には決済して今日の一日の反省ができる、このリズム一日に3回トレードを見ればできるように FX の口座を作っていってるんですよ。まあその口座ってのは多分世の中にあんまりなくって、だいたい FX の口座ってのはべったりと1時間2時間 FX のチャートに張り付いて、そこで講師の講義を聞くみたいなことを繰り返していくんで、どこが要点なのかわからないし、そもそも毎日1時間2時間なんて確保できませんよってことになっちゃうんですよ。で私の場合は1日に例えばね1日に1分確保して、それを30日60日90日と続けていく中で基礎知識が入っていくような FX の基礎講座っていうのも一つ設けてます。そして FX の基礎講座、ちゃんと基礎講座で基礎用語が入ったりとか基本的な概念が入った人には、今度ねテクニカル理論っていうものをね、半年間かけてお伝えしていく FX の中級講座っていうのを用意してるんですよ。で、もちろんこれ、基礎講座がダメな人は基本的には中級講座来ていただきたくない。そのために中級講座は価格をちょっと上げてるんですよ。そういうところがありますんで、基礎をね、ちゃんとマスターした方に次の展開として中級講座ってのを用意してるっていう流れになります。これは、ひとえに FX を忙しいとでも、朝昼晩の3回見ればわかるようにセッティングしてるんですよ。ですんで、早朝とかお昼とか夕方に、それでもチャートを見る時間がないよっていうふうに自信がない方は、私の FX の教材っていうのは必要ないってことになりますんで、ライフスタイルに合ったね、稼ぎ方とか FX なら FX の教材を探していただくってことになります。まあ何でもね闇雲に買えばそれが自分に合ってるってことじゃないんで、こういうふうに事前にね、どういう人に教材が合ってるのか、どういう人に株が合ってるのか、どういう人に FX が合ってるのかってことをきちんと伝えることによって、最終的に価格はこれですとかね、詳細をお伝えする場所はここですっていうふうに最終的な落としどころに誘導できるのかなと思ってますんで、そういう話し方で言ってみてはいかがでしょうかということが私のお話になります。それではね、ストーンさんからどんな動画を送られてきたのかってことをご覧いただければ、この動画を見ている方がね、それぞれ私のようなセールスの方法と自分自身のセールスの方法とストーンさんのセールスの方法、三者三様を比べることができると思いますので、ぜひね、この後のストーンさんの動画をご覧いただければと思います。はい。で、最後にもう一回言いますけども、セールスってのはものすごくタイミングが必要です。いきなり私の話を聞いてください。お知らせがあります。というのではなくてですね、まずはマーケットの状況を話していくことです。今、クリスマスですけども、皆さんは本当に送りたい人に送りたいものがストライクで送れてますか?ってことなんですよね。いやー、お金がないからちょっとこっちの方で妥協してっていうふうな妥協するプレゼントを送っちゃったんじゃないですか。もっと言えば、この2021年、あなたは妥協した1年だったんじゃないですか。 100% 全知全能を使って1年間を走り抜きましたか。もう後悔ないぞと。やり尽くした。やり尽くしたからこそ、次にやるべき新しいハードルが見えてきた。それに取り組もうっていうふうな
日々だといいんですけども、自分が超えなかったハードルが過ぎた時間にどんどん積み重なっていって手も足も出なくなっちゃった、まあ、そんなことになるとこれからの人生もちょっとね取り組みにくいと思いますんで、見えてきたハードルはその日のうちに超える、そしてさらに高いハードルを目指して、さらに高い目標を目指して自分の人生を充実させるために、速稼塾に入ってくださいそれでは失礼します。いってらっしゃい。じゃあ動画見てください。動画の方ジングルベールジングルベール鈴が鳴る、今日は楽しいクリスマス、うん、と言うとる場合か、言うとる場合か。はい、ということで、小芝居が終わったところですね。私周年中週刊中年ジャンプですね、編集長のストーンです。ちょっと噛みましたけども、今回ですね、僕が皆様に、プレゼンテーションしたいことが一つありましてですね、このちょっとね、宣伝をしていきたいなと思っております。はい、でですね、今回、皆様にお伝えしたいのはですね、ズバリ株式投資なんですね。はい、ということで、今日はクリスマス25日なんですね。本当はですね、僕これかぶってやりたいなと思っていたんですが、25日の午後にはですね、もうこういった商品は売ってないんですね、世の中。はい、ということで、これは何を意味しているかって言いますと、タイミングを逃したってことなんですよね。クリスマスに、こういうことをやろうとしたら、もう前日前々日にですね、これ準備しておかないといけないということなんですが、今回25日クリスマス、今日はクリスマスなんですけど、もう売ってないです、これ。これ実はね、近くのスーパーの優しいあの店員のお姉さんにですね、こういうのなんか被るのないですかねって言ったところ、お店に飾ってあったあの模型の木にですね、このてっぺんに刺さってたんですけども、じゃあこれでよかったらあげますって言われてもらってきたんですね。もうね、ギリギリセーフでもないんですけども、こういうのをもらってきたってことですね。で、何が言いたいかって言いますとですね、ここが重要で、ここで繋がってくるんですけども、木を照らす、もうね、木を逃してしまうと、こういうことになるということなんですね。ですから、僕が今回ご紹介するのは、株式トレードなんですけれども、これのですね、勉強をしていきましょうと。今からですね、今からですよ。もうすぐにやっていきましょうということなんですね。タイミングを逃さないようにですね。タイミングって、今僕が言ってるタイミングっていうのは、買う時期が近いんで買いましょうとか、そういうことじゃないです。そういうもう本当にごく短期的なところではなくて、今から始めることによって、もう来年、1年、半年、1年ですね。これ、トレーニングす、勉強してトレーニングしていくことによって、来年の今頃にはですね、もうかなり、株式トレードのことはよく分かってくると思うんですね。なので、今から始めましょうってことなんですね。なので、まあ、クリスマスですけどね、今日ね。まあ、いろいろあるかと思いますが、来年からですね、きちっとその辺を取り組んでいくといいなと思います。これはですね、僕はサラリーマンの方、僕がやってるトレードっていうのはですね、サラリーマン向け、いや要するに仕事をしてる方向けの、トレード方法なんですね。まあ、詳しくはですね、また忘年会の時にですね、お話ししたいなと思うんですけれども、まあ、そういったものがありますので、これをきちっとですね、やっていただくといいんじゃないかなと思います。3分で100万円とかそういうことはないです。そういう話はね、ありませんので、世の中。地道にやっていくことによって、花が開くということですね、なります。で特にですね、やっぱちょっとサラリーマンの方って言いましたけども、40代、50代の方ですね。40代、50代っていうとサラリーマンでもですね、会社でも中堅以上ですよね、なってくると思うんですが、まあその後どうするかなっていうのはね、皆さんもちょっと少しなんか考えていたり考えていなかったりってね、そういうどうなっちゃうんだろうって深くはあまり考えてないかと思うんですけども、これ株式トレードっていうのは一人でできますんで、一人でできます。誰かに相談してとか、誰かにちょっと手伝ってもらってお願いしてとか、そういうことじゃありませんので、そうなるためにですね、今から始める。お金があるとかないとかって、それはちょっと置いといてですね、お金ができてからやってもですね、遅いんですよね。なので、お金があってもなくても、もう今から始めるというのが重要かなと思いまして、今回ちょっと動画を撮らせていただいてます。で、30日ですね、速稼塾の忘年会を設けていただいておりますので、そこのところでですね、何回か僕が、ちょっと出てきてですね、この辺のお話をしたいなと思うんですが、まだですね、時間等が調整しておりますので、次の動画でですね、きちんとその辺もお話ししていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。今日ね、ちょっとクリスマスでしたけども、次回は
またなんか考えますということで、今回はですね以上になりますが、また次の動画でご説明していきますのでよろしくお願いします。週刊中年ジャンプの編集長ストーンでした。よろしくお願いします。さよなら。